こんにちは。英語のコーチのすすむです。動画を見ていただいてありがとうございます。今回のビデオでは、英語の参考書を選ぶときの注意点を、社会人の方に向けて、4つほど、紹介していきたいと思います。まず1番目の、参考書を選ぶときの注意点なんですけど、なるべくこう日本語が少ないものを選ぶって感じですね。で2番目、何冊も買わないっていう感じになります。で3番目、なるべく最初は、薄いものから、買いましょうって感じですね。それを選びましょうって感じですね。で最後4番目、自分の直感にこう、なるべく従うために、なるべく書店に出向けましょうっていう感じになります。まず1番目の、日本語が少ないものを、選ぶっていうことなんですけど、これは本当に社会人向けで社会人の方向けっていう感じなんですけど、どうしてもこう日本語がある程度たくさん入ったものを選んでしまうと、思考が、英語だけで考えるという癖が多分できづらくなるので、ちょっとその辺を注意して日本語がないもの、もしくは日本語が少ないものを、選んでいただければいいっていう感じですね。で2番目、何冊も買わないということなんですけど、これは、私の経験からっていうのもあるんですけど、こう結局何冊も何冊も買った、後に、全部が全部手をつけたわけではなくて、最終的には1冊も終わってないってい こう悲劇的なことが起こってしまったことがあって、そういった経験を踏まえて、とりあえず1冊を完全に仕上げてみましょうっていうことで、何冊も買わないっていうことを、述べてみました。で3番目の、なるべく最初はもし薄いものを買おうっていうことなんですけど、こう結構なんですかね、こう日本語が少ないものをの参考書って結構こんな分厚さとか、結構厚さがあるものも結構多くて、これは英語の特徴なんですけど、結構内容がこう詳しく書いてあるからっていうのもあるんですね。でそういったものをまず最初であれば選ぶんじゃなくて、こうなるべく薄いものから始めていって、1冊、終わった、完全に終わったっていう状態で、2回3回繰り返して、結構頭に入ったっていうのであれば、そういった何ですかね、熱いものにチャレンジしていいと思うんですけど、そこまでいってない段階では、最初は薄いものでいいかなっていう感じですね。で4番目、自分の直感に従うために、なるべくこう書店に出向いて選ぶということなんですけど、例えばオンラインで結構今本が買えるとは思うんですけど、オンラインの デメリットってどうしても内容をパラパラ見た後買うことができないっていう感じですよね。私もオンラインを結構利用するには利用するんですけど、本は何ですかね、本を買うときは結構大きな書店に行って選ぶ方が好きですね。結構何ですかね、後悔したくないっていうのがあるから、近くにある例えば本屋さんに行っていただいて選ぶっていうのがいいかもしれないですね。今日は、英語の参考書を選ぶときの注意点ということで、4つ述べてみました。まず1番目が、日本語が少ない、もしくは日本語がもうないものを、選んでみるって感じですね。で2番目は、何冊も買わないということになります。で3番目は、なるべく最初は薄いものから、買いましょうって感じですね。で最後4番目、なるべく、書店で買いましょうということになります。少しでも皆さんが参考書を選ぶときに参考にしていただければと思います。ではさよなら。最後まで見ていただいてありがとうございます。少しでも英語の勉強方法などに役に立ったっていうのであれば、チャンネル登録をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。